スがなんか昨日さ、そう会った時になんかっていうか今日すごい可愛いパンツ履いてるんだって言ってさ、パンツ見せてきたんよ。なんかその話をしたいなって思ったんだけど、いやわかんないじゃん、なんかルルドマミーがさ、どこまでさ、なんか何がどこま何が NG かよくわかんなかったから、いやパンツはさすがにダメだよねと思ったら、あパンツみたいな感じで配信で言ってたんさ。パンツのスクショは、いやもう心にとどめたわ。心のスクショだわ。カウントさんめっちゃドギマギっちゅうのしたからね。でもさ、なんかあんまりさ、恥ずかしい、とかやるのもさ、照れんじゃん。だってさ、女の子同士なのにさ、なんかさ、その感じでさ、ルルドちゃんはさ、ルルドちゃんだって、こう動揺が、今も動揺が出てる。ルルにはさ、見て見て、パンツかわいい、キャンかわいい、みたいなノリで見せてきてんだってさ、分かってたから余計恥ずかしくて、かわいい、なんだよ、って言って、勝負パンツ履いてきた時、もう、なんだよ、勝負してさーみたいな。でも内心めちゃめちゃ照れておりました。